ちは。こんにちは。今日は2回目の取材ということで、はい、今日は私インタビューさせていただきますので、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。まあ、いろいろ映画館の、ね、はい、PR とか苦労されていると思うんですが、はい、そのうちの一つとしてこういった DM とか、ね、されているということで、はい、届いたんですけども、他にも Facebook とかメルマガとか、うん、Twitter とかもやってるんですね。でまずはちょっと早速なんですが、手元にあるこちらの届いた DM についてちょっとご案内していただくと、はい、ありがとうございます。嬉しいんですが、はい、あ、じゃあちょっと開けてみます。開けちゃいますね。結構いろいろ入ってますよね、これね。割と盛りだくさんなんですね。すごく気になるんですけど、はい、じゃあ即一発出しちゃいますけど、はい、気になる、ぜひ紹介いただきたいところだけ、はい、全部は大変だと思いますので、そうですね、はい、これちょっとまあ実際こうお送りしているのは、ただではなくて、まあ、郵送代だけ年会費1000円でいただいているんですけれども、年会費1000円、1000円だけでいいんですね、はい、そうなんです。はい、でちょっとお客様そこが負担になってしまうんですが、で何が入ってるかと申しますと、はい、この「愛生座キネマ」という、これは当館で毎月発行している情報誌で、情報誌、はい、劇場でもできたところ で、 まとまってるんですね。そうなんです。情報誌、5月なら5月の、作品とかイベントの内容とか、そういったそうですね、ご案内が書かれております。はい、で一応劇場でもお配りしてます。それは1ヶ月単位で送られてる。そうなんです、毎月1ヶ月ごとの、1ヶ月ごと、はい、月初めにお送りしてます ね、 ね、はい、あとは、はい、こういうそれ5月なら5月のチラシですね、チラシ、これだけ作品ダーッとやっていて、こんなにやってるんですね。やっているんですよ。とか3スクリーンしかないんですけど、うん、作品数が多くて早く終わっちゃうんですよね。だからちょっとお客様には非常にご迷惑をおかけしてるんですが、こういった今いろんなそうですね、修作揃いなんで、こういう作品のチラシを、まあ、全部お入れしております、はい、全部入れてますね。もちろん劇場でも手渡しで、お客さんがパンフレットスタンドからお持ちいただければ何ら問題はないんですけれども、なかなかこう遠方で、取りに行かれない方とかは非常に、多いので、割とその遠くからのそういう方が多いですね、はい、でその作品の、まあ、今回の例えば5月なら5月、6月なら6月のそういう見どころなどをご紹介したマンスリーシネマガイドっていうのを当館のスタッフが書いて、5月はこれですよ、6月はこのイベントがおすすめですとか、なんかそういうようなことをちょっとピックアップしたものを、まあ、一応こういう手書きの、じゃあとりあえずこれで全体の、はい、まあ、まとめで、そうですね、特におすすめはこれ書いてある、はい、これですって、そういうものなんですね。で のそれぞれの映画の、はい、リフレットというか、リフレットチラシが入っているとです、ね、はい、全部ねそれぞれやっぱり味があると思うんですけど、はい、特にこの中で、うん、社員さんのおすすめの映画ってあるんですか。全部おすすめだとは思うんですけど、特に気になるものって何か。気になったもんというか、もうこれをねおすすめさせていただいたんですけどね、前回これで、これ5月のものだったので、そして非常にこれは好評いただきましたね。ケンローチの、まあ、イギリス映画の私はダニエル・ブレイクという映画、これ前回の取材の際にも紹介させていただいたんで、はい、こういった作品をピックアップして話す。都会映画っていうと、ほらテレビでパッとこう、行く日につかる上映とかね、はい、流れてくんだけど、そういったものとはまた別の路線でこういった隠れた味のある映画がたくさんあるってことですね。そうなんですよ、隠れた本当に秀作いっぱいあって、ただやっぱりその映画の宣伝の中でテレビに CM を打つっていうことがどれだけお金がかかるか、ね、だからそこにやっぱ手をかけられない配給会社さんっていっぱいあるんですよ、でそういうかところはやっぱり新聞であったり、そういうちょっとしたこうなんていうんですかね、情報誌、タブロイド誌とかにはやっぱバンバン出るんですけど、 CM で打てないけど、でも作品は、いい作品はいっぱいあるって、ね、じゃああれですよね、こうすごい素晴らしい作品なんだけど、なかなかコマーシャルにお金費やせないからってなんかこう埋もれちゃってる、もったいない絵がたくさんあるってことで、あるんです。ぜひそこをあれですよね、アピールして浸透させていきたいですよね。そうですね。でそういうのはまあ他にもその、SNS ですね、Facebook 上とかでも一応こう力説してさせていただいたりとかはするんですけど、やっぱりそのお客様によって新聞を読むそうであったり、そう、ね、インターネットのそうであったり、いろいろあるので、最近だから新聞読まないですからね、そうなんですよ、難しいですよね、そこが難しいですよね、
ただみんなこうスマホ持ってるのはほとんど持ってるじゃないですか、結構普及高まってるから、そういった SNS ですか、それをうまくこう活用してね、したりとかして、せっかくこんなに素晴らしいことやってますから、浸透させていきたいですよね、はい、またぜひよろしくお願いします。そんな何かこう応援できればと思いますね、ちょっと、はい、今日初めてね、お会いして、私もその映画の奥深さってなんとなくこうなんか今初めて知ったんですけど、ちょっと違う視点でまた映画館を見てみなきゃいけないなって今感じました。ああそうですか、どうも。また勉強させていただいて、いえいえ、なんでおっしゃいます。またいろいろ教えてください、はい、ぜひお待ちしてます、よろしくお願いします。ありがとうございました。